支流の不動川、福島県藍津若松市一基町付近不動川、国道49号不動川橋からせせなぎ川は、福島県に源流を持つ一級河川で、一級水系、阿賀野川水系に属する。藍津若松市にある瀬あぶり山などを水源とし、同下高野町、加藤町、川沼郡湯川村などを流れる。不動川、金山川、大工川などの支流を持ち、それぞれ、 藍津若松市から湯川村にかけての区間でせせなぎ川に合流している。せせなぎ川は阿賀川の三次支流、それぞれの支流は阿賀川の四次支流である。その後本河川は川沼国湯川村付近で旧湯川と合流する。旧湯川は合流地点の北と呼ばれる滝がある。この滝は福島の水三十線に選ばれている。加えて、 本河川のせせなぎとはせせらぎを意味するとされるほか、排水路の意味も持つとされる。阿賀川下流県に行河川整備計画、合津若松市の現況と緑の課題、AB カドカー日本地名大辞典福島県 P4821981 国土交通省側の防災情報、テレメータ雨量国土交通省側の防災情報、テレメータ水位福島の水30線、 ありがとうございます。